ジャパンストックチャンネルは毎回上場企業経営者をゲストにお招きして、 IR 資料ではなかなか分かりづらい成長の裏側を聞いていく株式情報番組です。はい、本日のゲストは、証券コード4346、東証一部上場、ネクシーズグループの、代表近藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。いや、皆さん、もうね、すでに動画をご覧の方はお気づきかと思うんですけど、今日は初の外ロケ、ネクシーズグループが運営する商材付きファイナンス、皆さん去年の12月の動画を一度ご覧いただきたいんですけども、第2弾はいとして一人しゃぶしゃぶ長田辺松五郎をスタートされたんですが、今日はここのお話も聞こうというところですね、会場をお借りしたと。ありがとうございます。ありがとうございます。営業の真っ最中に、ジャパンストックチャンネル株式情報番組でして、ですよね、はい、いきなり食べたら何なんだということになりますんで、うん、ちょっと事業のところを改めてお聞きしたいと思います。はい、去年のですね、12月の下旬に初めてご登場いただいたんですけど、今もうネクシーズゼロが絶好調と。絶好調ですね。対コロナ対策、除菌清掃みたいな領域ですね、の商材がやっぱ非常にヒットしてますね。うん、ちなみに事業付きファイナンス、まさにこの七代目松五郎もそうだと思うんですが、うん、第1弾の、ボディアーキ、これがどうやら絶好調ということで、コロナでやっぱりその接触するのが皆さんやっぱ嫌なので、たまたま我々がしたこの完全個室制であるとか、うん、スマートチェックイン、まあ、いわゆるお金に触れないと、スタッフと会わない、うん、一人であると、はい、まあ、予期せずしてこうなったと思うんですけど、まさにそのアフターコロナで求められてる、うん、全ての要素が揃ってると。まあ、それはたまたまなんですけどね、うん、コロナを全く予測してないのかなかったので、だからやっぱり休業中っていうのは結構大変でしたよ。あ、はい、今現在で出してるのが16店舗かな、はい、もう決まってるのが20店舗超えてるので、はい、緊急事態宣言中やっぱりずっと閉めてましたから、あ、 ね、それが再開した時どうなるのかっていうのは当時は本当不安ですよね。やっぱ不安でしたね。月額1万円、1万円で、まあ、通い放題と。セルフエステボディアーキーかけるホームフィットネスを、うん、要素として混ぜ合わせていこうというのがあったんですけど、はい、そこをお聞きしてもいいですか。ジムとかヨガの事業っていうのは、うん、やっぱりコロナでやっぱり相当なダメージをやっぱり当然ながら受けてると思うんですよね。で、ところがコロナの時に流行ったものがあって、うんうんうん、それがホームフィットネスで、ネットでヨガのインストラクターがね、うんうんうん、こう上げたものをテレビに、そう、それをテレビにつないで、マットだけ買ってきてやるっていうのがものすごく流行ったんですよ。だから運動は機材を使わない限り自宅でできるっていうような時代がコロナによって新しく生まれたんですよね。そんなになんか知名度がある方でもないトレーナーの方のその YouTube とか再生回数がなんか1億回数いったり、以前からエステする、うん、はい、自分でやるっていうことはあったけども、うんうん、当然運動も一緒にやった方がいいじゃないですか。そうですね、うん、でそういう意味ではホームフィットネスをボディーアーキー用に立ち上げて、会員の皆さんはどちらもできるようなものも新しくやっていこうと。あ、まあ、いわゆるもう付加価値として。そうです、そうです、ね、はい、だから僕が狙ってるのはその月々1万円で通い放題、うん、1ヶ月に4回行ったら2500円になるわけじゃないですか、うん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 、で普通のうちのマシンをエステティックサロンで使おうと思ったら1回3万円かかるから、うんうん、あとやっぱりうちのビューティープライムっていうのがあって、はい、プールがタダになるとか、うんうん、湘南美容クリニックが毎回1万円引きとか、うんうんうん、まあ、いわゆるサブスクの中で1万円払ってたら、はい、もうそれだけで生活の中で美容に関してもう全部お得みたいな、そんな世界作ろうと思ってるんですよね。うん、出店もなんかまだまだなんか増えそうな、まあ、そもそも我々100店舗ぐらいやろうと思ってますから、うんうん、今のところ、まあ、予定通りと。あ、私もたくさんの企業の方々と日々今お会いするんですけど、うん、これも大半の方が業績にかなりインパクトしていて、うん、そのいつまでこれが続くんだっていう心配が多いですけど、向こうは晴れやかですね。いや、とはいえ我々もコロナの影響を受けましたよ。ネクシーズゼロなんていうのはお店がやってるところにこう、うん、LED 等をつけるわけだから、 そうですね、はいはい、その LED の機材が、うん、工場が止まってしまったりとか、一番大変な時っていうのは、うん、新規営業できなかったりとか、うん、でもいろんな分析の中で中期で見たら全く問題ないなと、うん、我々の商材は受けているというのはもう見えているので、うん、教育 もう動画が当たり前で社内で根付いて、そうそうそう、会議もオンラインが根付いて、そう、テレワークが根付いてっていう感じですね、社内。今までは人の数だけ拡大しないといけないというのがあったけども、今はリモートワークを使うことによって、今の事務所のままで拡大してもプラス 30% ぐらいアップできると。あ、固定費を上げていかないってことですよね。上げていかないと。このところ多分そう手打つの早かったんですけど、うん、うちとかなんかリモートがいいのか
出社がいいのかって全然決めてないんで、ちょっと、勉強させていただきます。何をおっしゃいますかもう。だけど今一番大変なのは店舗数が多いところとか、社員の数が多いところはものすごく大変だと思うよ、ベンチャーのこれから行く企業の方が有利だという、僕だってやっぱり19歳の時に会社創業した時に、不動産バブルがはじけてなかったらやれなかったから。なるほど。家賃の問題、人を集める問題、だからこういう時代が来たからこそ、小さくてもこれから時代を作っていくぞという会社にとってはすごい大チャンスが来てると思いますね。19歳の鼻息荒い近藤さんのような若者が出てくるかもしれないと。いや出てくると思いますしね、この国のためには出てこないとダメですよね。今日メインとしてお話をちょっと聞きたかった一人しゃぶしゃぶ七代目松五郎、事業付きファイナンスの第2弾というところでお話聞いていきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。私がですね、小野さんにオファーさせていただいたものですね、去年の年末にジャパンストックチャンネルに出ていただいた時、第3話ですね、ネクシス社の成長戦略を聞いた時にですね、1分26秒の時にしゃぶしゃぶ屋を例えばやるかもしれないしと、2分33秒のところで例えばめちゃめちゃ美味しいカレー屋さんが1店舗あったらこれを100店舗1000店舗にできるかもしれないしと当時から考えてましたよね。もうすでにこれよくそこまで覚えてるよね何分何秒まで調べてきたんや、言いたくて仕方がなかったから。あ、なるほどなるほど、その時我慢されてたんですよね。我慢した。この構想はあられたってことだなと見受けてですね、近藤さんにお願いしたわけなんですけども、もともとそのボディーアーキー第1弾として事業付きファイナンスやられてたと思うんですが、なぜあえてしゃぶしゃぶ外食だったんですかね。実は僕は大阪人で、大阪で行きつけで行っている50年以上続いているしゃぶしゃぶさんだったのね。聞くだけで美味しそう、僕はそこのしゃぶしゃぶが大好きで、20代の時は、365日中200日ぐらいしゃぶしゃぶ食べてて、あだ名がしゃぶダメなやつ上場企業社長についたらダメなあだ名ですそれぐらい僕はしゃぶしゃぶが大好きやったわけ。しゃぶしゃぶフリークですね。もうフリーク。でそんな僕がしゃぶしゃぶが東京で食べれたなって思ってるのをファッションリーダーズの仲間であるここの社長の森とか藤井と話をしていて、もしも俺がベストだと思う味が再現できてそれを超えるようなものができたらやろうと。でそっから2年半かかったというキラーカードは何かっていうと、熟成させたお肉、しかも A4 英語のね、熟成度がうまみを封じ込め、好きな人にとってはたまらなく不安になるような柑橘系のポン酢。ちなみに料理長の藤井はこのポン酢の味見で僕がダメ出しするもんだから、舌が立たれたからね何度もポン酢で舌が立たれることを初めて知りましたって言ったら、ごまだれもものすごく頑張って作ったけども、やっぱり売りはこの熟成肉とポン酢で食べるしゃぶしゃぶが、他では味わえませんよと。なるほど。しかもそれが980円からと、まあ、ランチはね。そうですね、金額がまたリーズナブル、夜食べても追加肉してお酒飲んでも 4,5 千円と、高級店と比べると3分の1、4分の1の値段で、ちょっと安い可能性ありますよね。可能性あるという僕の渾身の一撃なの。だからなんでしゃぶしゃぶ屋なのって言ったら、僕がしゃぶしゃぶマニアだったから。あだ名何でしたっけ。もうええよそれこの時期に外食かっていうのもあったと思うんですけど、コロナになってこれをやるってことはもう決定したわけだから、この場所も正直言ってわちゃっと思ったよ、このタイミングかよと。まあもっと前じゃなくてよかったなとも思ったけども、ここがオープンしたのが6月15日だったので、まあまさにコロナの緊急事態宣言が一応外れるタイミングではあったんだよね。政府も言ってるけども、やっぱ対面席がすごく今はダメって言われるじゃないですか。これ対面がない、しかも一人鍋だから、そういう意味ではいいなと。もっと言うと換気が煙を吸い上げて外気からまた入れないといけないので、 4.8 分に空気が1回転するんですよ。他と比べると対策できてると。その 4.8 分で1回入れ替えっていうのも、換気と吸気、換気と吸気しました。
ちょっとさっきの俺の言い方と違うオープンして約1ヶ月経つ今日で、1日160人超お客さんが入ると。しかも3時間で4回転。またオープンの時にね、WBS が来たのよ、取材に。あまりにも人入ってるから取り上げてもらえなかったの。本当は閑古鳥鳴いてる方が絵になると。そう、夜含むと6回転ぐらいするっていうふうにお聞きしたんですけど、まあ、そう、でも今は比較的夜は入れたりするけども、1日160人ってことは大体アベレージが1500円だから、結構儲かってんな。いや、儲かってるまではいかないと思うよ。粒単価5万円だから。ここ外食の知り合いはもう絶対にうまくいかないと、このスペースで、まあ、980円でやるわけだから、外食の概念的にはありえないと。作りがですよね。作りが。でも僕は1店舗目は劇的にやりたかったの。華々しくデビューさせたかったの、これで成功すれば、はい、次は半額ぐらいで内装費とか、しかもネクシズゼロで初期投資いりませんよみたいな感じで展開しようと思ってるんだよ。はい、今までのフランチャイズという概念を覆しちゃおうと。本当全く新しいものですよね、事業付きファイナンスで初期0円で事業を始められると。内装費とかね、そういう一番大きな部分に関してはかからないよということでいけるので、しゃぶしゃぶフリークの近藤さん監修した、はい、今しゃぶしゃぶフリークとかなんかどんどんかっこいい名前に変わっていくね。もともとはしゃぶで、しゃぶしゃぶマニア、マニアで、しゃぶしゃぶフリーク、いいですね、いただくわ。次はしゃぶしゃぶプロフェッショナルまでいけますよ。あ、なるほどね。じゃあそのプロフェッショナルが食べ方ちょっと教えるよ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、おー、これはまた綺麗なサシがでしょ。これはで熟成させてるからね。しゃぶしゃぶマニアの僕が、しゃぶしゃぶマニア、しゃぶしゃぶフリーク、しゃぶしゃぶ先生でいいですよ。はい、わかりました。しゃぶしゃぶ先生お願いします。まずはこうボコボコ沸いてから、沸いてから硬い野菜から少しこう入れておく。硬い野菜を、ね、はい、はい、一緒にさせていただいて。そうそうそう、まあお豆腐もそうだけど、はい、大丈夫、ネギとかね、うん、あ、忘れた。そして、はい、このこっちの方がネギなので、ポン酢にネギを結構たっぷり入れちゃう。お、結構たっぷりめでいいですね。たっぷり入れちゃう。結構じゃあしっかりと。うん、で、ごまだれはこのガーリックチップを入れて。おお、これですね。そしてラー油を入れる。いやー、これはもうこれだけで美味しそう。でしょ。で、熟成肉なので湯通しをちゃんとした方が味がこう深まって、はい、うん、味わいがいいので。うん、でしゃぶしゃぶの食べ方1個取るでしょ、こうやって、はい、入れるでしょ、はい、ああ、お父さん入れるでしょ、はい、入れたら手が離さない、しゃぶしゃぶするの。おう、しゃぶしゃぶして、はい、でもう赤いとこなくなるぐらいまで湯通しして、うん、ネギをたっぷり入れた、はい、ひげのポン酢、柑橘系のね、あ、ポン酢を入れて、美味しそう、これ。そしてこれをネギに絡まして、はい、うん、世界一僕が大好きな味。あ、本さん、僕もちょっといただいていいですか。食べてください。いや、このポン酢だれは、じゃあ箸から離さないと。差しから離さない、そのまましゃぶしゃぶしながら、うん、じゃいただきたいと思います。美味しいやろ。うまい。一番上の特選もすごく美味しいんだけど、はい、これって上ロースなのね、うん、まあ、いわばその下なわけだ、うん、僕はこれが好きなのね。ちょっと赤み感じがあって、うん、でもっと言うと一番安いお肉でネックっていうのがあるんだけど、はい、首の部分ネック、うんうんうん、ちょっと硬いけど肉肉しくて、はい、食べ応えがある。なんか噛めば噛むほど味が出てくるっていう、これも大人気なの。おさん、飲んでいいですか。いいよ、乾杯。ありがとうございます。ありがとうね、今日来てくれて。とんでもないです、ありがとうございます。この後全部こう、これが薄まっていくでしょ、はい、薄まっていくからまた美味しいわけよ、うん、逆に言うと、うん、こうしつこい味がなくなっていくような感じ、はい、でそれにこれを 2、3 杯入れてスープで飲んでも美味しい。結構多めにこれをこう、もうちょっと薄まってからよかったかもしれないけど、こう入れるわけ、うん、このねスープがまたうまいのよ。ごまだれの方も一回、僕が連れてくる11の中には、はい、ごまだれの方が美味しいっていう人もいるんだよ。ちなみにどうなったんですか。
例えば秋元康さんとか、あ、秋元さん、湘南美容クリニック愛川とかが困るのが美味しいって、うんうん、当日初日菅官房長官も来てくれたから、すごい。それからもう一回みんな通いまくって、あ、うん、僕の後輩たちなんて週5回6回来てる人もいるし飽きないんだよ、さっぱりしてるし、うん、基本俺はごまだれ食べへんねんけど食べてるからうん、これはこれでね、おいしいな、食べてみて。これ米行きたくなるやつですよね、ごまだれとか特に、うん、そうなのよ、ご飯セット、昼間ご飯セット、うん、夜もご飯頼めるけど、豚に僕の名前が ついてないけど、高見豚、はい、食べるときは意外と半分ずつかも、タレを半々で、うん、じゃあ僕もいただいていいですか、うん、ごまだれの方全部入れてるね。いやー、これガーリックとラー油とごまだれってこれ絶対美味しいやつでしょ、これ。じゃあいただきます、はい、うん、これはうまいよな、美味しい、全然趣向が違いますし、趣向が違う、だからいいんかもしれない、うん、僕自分で言うのもなんですけども、うん、結構日々いいとこ行ってるんですよ、夜、うん、食事、うんうん、めっちゃ美味しいです、めっちゃ美味しい、ありがとうな、通ってね、赤坂オフィスなんで、あ、そうか、はい、あ、すぐ近くか、歩いて10分以内、そう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 、ここでじゃ あの飲み会やりますか、会長の今日はね、ラーメンね、4分の1の大きさにしてるの、これ、うん、なるほど、うん、このね、いや、特選のタレに、それにこの、熟成肉と野菜で、お野菜で味付いた出汁をね、こうミックスして食べると美味しい、ね、これ割るんですよね、そう、うん、たまにお肉1枚残してて、これをしゃぶしゃぶして、うん、肉そばにする人もいるみたいな、うん、いただきます、うん、食べてみて、おいしいから、いただきます、うん、食べよ、これはうまい。普段あの、うん、出していただけるのはこれのつまり4倍、4倍やな、しっかり量ありますね、これおいしい。でこれがね、ラストのデザートの水わらび餅、うん、プルプルですねこれ、うん、冷たくておいしいよ、うん、いただきます。通常のわらび餅よりもみずみずしさが、うん、みずみずしさ、うん、IR 番組だよね、 IR 番組です、うん、近藤さん今日は、はい、ジャパンストックチャンネル初の外レポ、光栄です、あ、こちらこそ本当にありがとうございます、本当に美味しかったです、ありがとうございます。これからあのボディアーキしかり、うん、松五郎しかり、まだまだ店舗展開も、はい、あのおそらくあられると思うんですけど、今後のなんか意気込みを最後にちょっと聞かせていただいてもいいですか。いや、まあその松五郎に関してはやっぱりコロナがある程度収拾しないと、うんうん、ガンガン展開はできないけども、うん、まずはこの3ヶ月ぐらいエンジンぶん回してみて、うん、一番のベストを作って、うん、そこからまあ一気に拡大していきたいなというふうに思ってます。ボディ焼きはボディ焼きでもうずっと店舗展開がもうどんどんもう決まっていってるので、うん、まあ早く100店舗ぐらいの展開はしていきたいなというふうに思います、はい、うん、なるほど、まあ、年末かまた来年ぐらいにぜひぜひここでシャンパン食べたら長いの失礼しました。じゃあ近藤さん今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。